し、冨安の報道における気遣いがすごい。週刊新潮と天と地だと話題に。アジア杯が終わったタイミングで冨安アーセナルと新契約のロマーノ方ありがとうなロマーノ。ロマーノ氏は本当に気を使ってくれる男だ。アジアカップ終わるまでこういった情報を出すのを待っててくれたんだね。日本の試合後まで待ってくれるロマーノと週刊新潮の差よ。週刊新潮はロマーノを見習い、これが報道の自由でありジャーナリズムだ。 M1 終わるまで待てたけど松本人志を葬った文春、数字欲しさに伊藤純也がピッチに立つ権利を奪った新潮、アジア杯終わるまで待って冨安の契約延長の報道をしたロマーノ。ここに全ての差が出てるな。大会終わってから冨安とアーセナルの契約延長云々の情報を出すロマーノを見習いなさい。出すタイミングは適切どころかこれが最適解よね。ロマーノ氏はさすがね、これが正しいジャーナリスト。冨安契約延長のリリースを日本にとってのアジアカップが終わるまで待っててくれたロマーノ。大好き、こういうタイミングだからこそ本当に嬉しいし、もう大好き。ロマーノは記者として格が違うわ。ロマーノ方で身長壊してくれ。ホットな話題から元気の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。